放出問題でですね、もうその日のうちにですね、想定外っていうことを繰り返している閣僚ですね、例えば野村農水大臣はですね、昨日の記者会見で、東京電力福島第一原発が排水するアルプス処理水の海上放出に対する中国の対抗措置について驚いたと述べた。水産物を全面禁輸することは想定外だったとの見解を示したと。まあ本ね、水産物輸出は年間1000億円程度のもう減少というのが避けられないと、これはどうかしてません？政府は毅然とした態度を中国に示せと、まあ立派なことを言ってる人がいるんだけど、中国と香港で日本の水産物輸出額のなんと半分近く、だいたい1600億円ぐらいなんですよ。それを占めてるわけですよ。ね、この人たちは日本のいわゆる海を守り、海から糧を得る人たちが、どんななるかっていうことをですね、想定してなかったんです。だから2世3世はダメだって言うんですよ。ご飯って言えばご飯。いや、僕ちゃんがね、こうやって決めたんだから、あんたたちが文句言うのがおかしいでしょと。僕ちゃんに、なんでその文句言うんだと。ちょっとね、愚かさもここまで来ると、つける薬ないですね。台湾有事は日本有事だから戦争に備えろって言ってる人がいたら、あなたは、そうだと。僕みたいにそんなものは起こらんし、やめろと、隣とね、よく打ち合わせして、善隣友好をやれって言ったら、和弘さん、中国とかロシアのね、味方なんですか、手先なんですかっていう人がいるけど、そういうあなたに僕は今から言いますね。言っていいんですよ。だけどね、僕は彼らの味方じゃなくて、日本人の味方です。今まではね、日本ものすごくでかかったんですよ。世界の GDP の17%もあったんです。世界に冠たる、この日の丸が、翻っていたんです。ところが、今は5%です。中国様にお断りされたらですね、困る人たちがいっぱいいるんですよ。